小川さん、小原さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは。前回の放送で、かぐや様3期の放送直前特番のお話をされていましたね。はいはいはい。そこで低予算需要ありのコンテンツを考えてみました。お、なんだい。ありがとう。タイトルは小原、コアラになるなんていかがでしょうか。番組内容はおなじみのメンバーに草と寝床を用意して、ただそこで草を食べて寝てもらうだけです。最悪カメラが1台あれば撮影できますし、場所を各々の自宅にすれば予算はほぼゼロ。ファンからすれば普段は絶対に見ることのできないジェラッとピケピケした服装やおかわいい寝顔が見られるので、大盛況間違いなしです。そしてもし予算が取れるのであれば、最高級の草とコアラマットレスを使った快適な眠りが皆さんを待っています。それではアニプレックスさん、ぜひご一行よろしくお願いします。どうでしょう。あ、寝巻きが無印良品なんでダメ。やっぱジェラッとピケピケじゃないとダメ。なるほどなるほど。うちほとんど今部屋着ジェラピケなんだけど。あれあれ。お洋服とか靴とか生活用品、家具ですねは無印なんですけど、今日部屋着に関してはあのね、昨年かな、小賀さんからもジェラピケの可愛いワンピースをいただいたりしてるので、あら、意外と企画通りに今なっていてちょっと怖いんですね。自前で、はい。あ、ジャックさんの話でしたか。大変申し訳ありません。なんだそれ。そうなの。聞いてねえよ。じゃあもうジャックさんがそのジェラッとピケピケしたらいいんじゃない。なんだそれ。うん、小原コーラになるじゃなかったの。うん、でもただそこで草を食べて寝てもらうだけ。なんだよその番組、何が思うんだよ。草食べて寝る。食べられる草なんでもある。ほうれん草とか生でいけるやつか。生でレタスとか。いいんじゃない。美味しい草集めて本当にいいんじゃないって思ってる。3年も3年以上も連れ添った友人に対してそれを突きつけるのかい君は。でもいつものメンバーってことはみんなやるの、それを。みんなやるの。草食い。全然わかんない。ねえ、いやもうちょっと頑張ってるよ我ら。みんなであのレタス食べて。ああ、ちょっといい葉っぱになったわ。第1期と第2期振り返りつつで特番撮ってその後だからだいぶ痩せた状態で4月迎えられるね。やだよ。